娘と私は、詩詩文6による小説。主婦の友1953年1月号から1956年5月号まで連載された。詩詩文6にとって初めての詩小説で、ストーリーはもちろん登場人物名もほぼ実在のモデルに準拠している。1958年に NHK でラジオドラマ化された後、1961年4月からは、 連続テレビ小説、娘と私として、テレビドラマ化された。その後も、1962年には映画化も行われたほか、富士テレビでもテレビドラマとして放送された。私は、演劇を学ぶために留学したパリで現地の娘、エレーヌと結婚、帰国後に、一人娘、アサザトが生まれる。エレーヌは病に倒れ、フランスへ戻って、そこで没する。私は、 その後、朝里との二人だけの生活を経て再婚。戦中、戦後を経て、やがて朝里は結婚する。作中には、エツちゃん、海軍、天野ワンや自由学校など、それまでに発表された作品の執筆時のエピソードも描かれている。連続ホームドラマ、娘と私として、NHK で1958年4月から1年間放送された。 放送ライブラリーにて、この放送の第1回が公開されている。半世紀以上にわたって続く連続テレビ小説の第1作である。連続テレビ小説では、唯一の1回20分放送作品である。また、再放送の時間も13時台から放送された、唯一の作品でもある。自作、明日の風以降は、1回15分となる。本作は、 月曜日から金曜日までの週5日の放送であった。自作、明日の風以降は、土曜日の放送が実施された週6日の放送となり、2020年前期、放映のエールまで、週5日放送の作品が途絶える。主人公は、私と表記された。連続テレビ小説シリーズ史上、主人公が特定の使命を持たない、唯一の作品であるとともに、 数少ない男性主演作品である。役者のセリフよりも情景描写の語りが中心に置かれていた。語りセリフともに原作小説の文章が多用されていた。当時はビデオ技術が不十分であり、ほとんどの放送資料が消失しているために全は通しての再放送もソフト化も不可能である。NHK アーカイブス保存番組検索によると166回。 179回、最終回が現存している。また放送ライブラリーでも、最終回が公開されている。梅ちゃん先生第155話で、当時の時代背景の説明で簡単ではあるが、言及された。主な出演者ほかスタッフ1958年の、ラジオドラマ版と同一のスタッフで制作された。 フジテレビ系で1966年10月4日の1967年4月4日に放送。国際思う事務局の単独提供でウールアワーという冠がついている。主な出演者スタッフ1962年4月1日公開。モノクロ作品。制作は東京映画。配給は東宝。平映は序南コースを突破せよと短編記録映画。 皇太子ご夫妻のアジア旅行、ありがとうございます。